こんにちは、今日はですね、9月の一応ワイン会を今日開催するんですけど、またその前にテイスティングしていきたいと思ってます。今日は、グランクリュー5本飲み比べっていうことで、まあシャンパーニュは無地のグランクリューですね。で、あとコルトンシャルマーニュ、バタールモンラッシェ、あと赤がマジシャンベルタン、エシゾですね。で、まあこの5本を今日飲み比べるんですけど、 YouTube の方は前半としまして、コルトンシャルマーニュですね、こちらですね、ミッシェル・ボアリック、2017年っていうのと、こちらですね、オリベール・フレーブのバタールモンラッシュですね、2013年を飲み比べていくっていう感じでいきたいと思います。で、まあ、ちょっと説明していくんですけど、まあ、コルトンシャルマーニュの方は、まあ、ペルナンベルジュレス、ラドワセルニ、アロスコルトン、この3つの村から、できるグランクリューの城をコルトンシャルマーニュですね、1億5000年前のジュラ紀の、まあ、1億5000年なんで後期になりますよね。でバイドで石灰岩が複雑な地層ですね。で多分上の方が城作ってて、まあ、ある程度水はけもよくて、まあ、ミネラルを豊富に含んでる、土壌になると、まあ、書いてありました。はい。で、ミシェル・ボアリック の、まあ、スタイルとしては、なんとですね、徐行はせず、シンダルは用いず、まあ、グランクリューのアルマを守るためにって書いてありますね。あと、まあ、ブドウ選果したりとか、まあ、収穫も抑えたりとか、まあ、いろいろそんなことも書いてありますね。はい。まあ、まあどうなんでしょうって感じですね。まあ作りとしてはちょっとイメージ的にはシャブリグランクリューの雰囲気があるんじゃないかななんて僕はちょっと思って飲んでいきたいと思います。まあ樽は樽香がないのでちょっと地味な感じなのかななんて思ってますね。はあ。で、まあ、バタルモンラッシェの方はオリベル・フレーブですね。これは一応5000年前なので、バトニアン・カロビアンですね、中期ですね。で、まあ、あとウーライト魚卵状石灰岩質な感じですかね。でこれはなんかドメーヌ・ル・フレーブのビオディナミーの、畑をなんか相続かなんかでオリベール・フレーブが購入して自社畑でやってるらしいですね。でオリベール・フレーブはなんかねネゴシアンが多いみたいで、でもまあ契約農家から選定栽培醸造まで一貫した管理をして作っているので、まあ、一応オリベル・グレーブはよくグラスワインでも使ってて、皆さんおいしいおいしいっていうか、まあ、私もおいしいおいしいっていつも飲んでるんですけど、まあ、それのグランクリューな感じを今入れてますね。え、どっちから入れた？あ、こちらがあ、はい、じゃあこれがミシェル・バリックの方ですね。あれ、こっちは？こちらがコルトンシャルマーニュ。で、こっちは？こっちがバターです。あ、バター。はい、そうですね。コルトンシャルマーニュがちょっと色が濃いので、ちょっと熟成が進んでるのかなみたいな、まあそんな感じでしょうかね。はい。あ、なんかもういい香りがしてますね。どっちから香ってきてるのかがちょっとよくわからないですけど。はい。じゃあコルトンシャルマーニュからちょっと香りを嗅いでこうかなって感じですね。あ、まあ結構ワッと出てきてます。あ、まだですね。まあやっぱりちょっとレモンとか柑橘系の感じで、樽の、まあ、バニラとかそういうのがワッとくる感じじゃないんですけど、まあ、ある程度やっぱりグランクルっていうことでグッとくる、ちょっとミネラルも感じるし、全然グランクルっていうレベルですね。ちょっとまあ、さっき言ったんですけど、シャブリとはシャブリグランクルとはやっぱりちょっと雰囲気がちょっと甘い感じがしてくるんで、ちょっと違うのかなみたいな感じも、ちょっとまったり感がありますね。はい。
で、今日はですね、グラスの方が、あのスーパーレジェーロとなんと購入しました。ウィングスシャルドネを、はい、とうとう買っちゃいましたね。ね、まあイメージ的にはちょっとこのまっすぐなんで、なんか白ワイン用な感じで、なんかモナシェってとちょっと丸い感じが僕的にはもうあの先入観があってこっちと思うんですけど、意外にこっちもいいんですね。はい、でまあちょっとこっちの方もあの比べていこうかなと思いますね。スーパーレジェーロの方はやっぱりステムが長いので、あ、こっちのちょっと香りの立ちがちょっといまいち落ちちゃった感じが、まあよくあるんですよ、はい、なんかやっぱりちょっとこちらの方がちょっとだけ小ぶりなんですね、はい、なんでちょっとしま、香りもちょっと閉まっちゃったっていうような感じがよくありますね、うん、ああこれでも結構入れてみないとあのどっちがいいっていうのがわからないので、あのこう比べて入れてみるべきだと思います。なんかベリタスが一番いいなみたいな僅差なんですけどね、はい、ああなんかやっぱりちょっとまろやかな感じがグランクルには欲しいんで、あのツンというあの酸味の刺激がちょっと和らいでる、うん、このベリタスが一番いいかもしれないですね、はい、じゃあちょっと飲んでいくと、美味しいねなんかその死んだら空いてないとかどうのかこうのかで、うん、もう大丈夫かこいつみたいな感じでもうちょっと下げてたんで、意外に飲んだら香りもまあまあいいし、はい、やっぱり下げて飲むといいですね、はい、上がるばかりですね。そうですね、そうです、その通りですね、うんうん、まあちょっとややまあ色もそうなんですけど熟成な感じで、うん、ちょっと黄桃み白桃じゃなくてちょっと黄桃みたいなイメージですかね、うん、はい、はあ、でまあそのまあ樽がやっぱりないって書いてあったっけ、樽なしだった、あ、古樽か、うん、古樽なんでやっぱり樽がしっかりって感じじゃなくて優しい古樽な、うん、まろやかな樽な感じがしてて、あとマロンな感じだったりとか、うん、まあうん、ちょっとバターも入ってますし、うん、ちょっと完熟した、うん、どうだろう、パイナップルっていうとちょっとあれなんですけど、うん、若干そういうちょっと完熟した甘い果実ですね、うんうんうん、まああのネットなんかにはパイナップルバナナって書いてあったんですけど、まあ、そこまで強くは、いや完熟したバナナかな、のしって、そうですね、言うなら、はい、意外に、ね、うん、バナナって言うとえワインとバナナって思うけど、はい、意外に嗅いでみると、はい、ちょっとバナナのちょっと黒くなったようなバナナの、はい、ちょっと甘い香りがしてきていいですね、はい、うん、うんうん、酸の切れもいいし、やっぱりコルトン・シャルル・マーニュグランクリュっていう感じで、もうよかったみたいな本当にこれからワイン会やるのにね、あの来てこもらう人にね、そんななんか変なの出せないし、あ、よかったよかったって感じですね。ちょっとこっちの方も入れ替えて飲んだらいいかな。やっぱり飲むとボリューム感がふわっときますね、こんな感じで、うん、やっぱりまあ普段ソンメあのムルソとか、まあ、その辺も美味しい美味しいって言って飲んでるんですけど、やっぱりグランクリはボーンとボリューム感が、うん、ちょっとね、半端ないっていうか、うんうん、まあ、リレーもあのグラスがいいんでやっぱりリッチ感が抜群に出ますね。やっぱりステムが細長なんで、やっぱりあのベリタスよりも、まあ、ちょっと味はちょっとこうベリタスが、まあ、今回これがいいのかなと思うんですけど、やっぱり持った感じはやっぱり素敵ですね、うん、やっぱりそういう
モンラッシュグランクリはやっぱりリッチ感、エレガントさっていうのも絶対欲しいんで、やっぱりグラスのこのリッチ感っていうので相乗効果っていうのはやっぱり、うん、はあるような。美味しいな。美味しいですね。ちょっとこっち最後。キャーって感じ。やっぱりいいね、グランクリ、ね。やっぱり。意外にちょっと香りが抜けちゃう、やっぱこう寸胴なんでちょっとふわっと抜けちゃってる感がちょっと感じますね。ちょっと香りがちょっと飛んでますね、これやっぱり。やっぱり こっちの方がいいような気がしますね。この前ね、あのムルソーのあの村名あたりグラスワインで飲んでると、いやこっちいいねなんて言ってたんですけど、もうこの辺もいろいろ入れてみないと、ね、試してみないと本当にわからないところですね。いいです。で、じゃあバタールモンラッセネに行きますかね。じゃあちょっとこっちに行こうかな。あとで飲むって感じ。こっちはタルシンダルがツーンってきて、清涼感があって、うわーって感じですね。フレッシュ。はい。やっぱりちょっと色もね、ちょっと青っぽい感じなイメージもちょっとありますもんね。あー、なんかシンダルすごい効いてる。本当にこれ 30% しか入ってないのみたいな感じ。なんかシンダル 100% みたいな感じで。ね、ね、あの、杉ヒノキの。ツ、はい、ンとした感じがすごい出てて、すごいいい、飲んでたね。はい、どれだったっけ、これとこれだったっけ、はい、そうですね、あとまあフルーツ的にはそうですね、シンダルが結構オーバーしてるんで、ちょっと白桃的な甘さっていうのがちょっと飛んでる感じがするんですけど、まあやっぱりちょっとそういう白桃ような刺激ですね。でやっぱりシンダルがちょっと今パーンと強いんで、蜂蜜とかそういうのもあんまり出てこないし、リンゴもあ、まあ、柑橘系っていうイメージかな。香りいかがだったね、飲んじゃった。なんか美味しかったの、本能的にすぐ飲みに行ってるみたいな、なんか、うちの猫ちゃんみたいな、餌あったらパクパクみたいな。あ、そう、飲んじゃった。香りはなんとなくそんなに大差ないですね。はい。で、まあ、さっきも言ってたんですけど、持った感じがやっぱりストレムが長いんで、こっちの方がリッチ感が出ていいのかなみたいな感じですね。ちょっとこっちがさっきの抜けてるっていう感じで、シンダルコがちょっと抜けちゃってる感じで、そうですね、これは13、まあなんだろうね、エキストがやっぱりコルトのが弱いのかな、なんか17年でも結構もう熟成入ってて、あのバダルモンラッシェの方がやっぱり、なんだろう、硬い、硬いんだよね、まだ硬いねっていう感じで、はい、やっぱりその脂質が高いっていうか、いいんでしょうねっていうのが感じられるような、でもちょっと甘い感じも出てきてるし、やっぱりグランクリはもう至福というか、香りがたまらんな、本当に。若いのは若いのですし、コルトンはコルトンの方で良かったし、ねえ、やっぱり素敵すぎますね。やっと飲めるみたいな。さっき飲んじゃったけど。まあボリューム感もありますね。やっぱりちょっと若いかもしれないな。もう気持ちいい、やっぱこういうところで乗って、もうあと熟成していくと味が広がる、なんかそういう可能性っていうのはやっぱり感じますね。はい。
っていうかそういうのを飲んだことあるんで、やっぱりここまで来るよね、これも来るよねみたいなイメージがありますね。ちょっとまだ早いんでしょうね、開けるのが、うん、でもまあこれもやっぱりちょっと早めのそのモンラッシュの美味しい感じかな、はい、うん、なんかモンラッシュグランクリアだともう気持ちグッと来るような気がするんですけど、まあモンラッシュの下の畑なんですね、バタルモンラッシュ、うん、十分美味しいな、うん、ちょっとこっち美味しいからなくなっちゃって、ね、ゃ飲み比べが、うん、液がなくなっちゃう、うん、いいね、うん、やっぱり余韻に酸がキューンと残ってくる、はい、感じがいいですね、うんうんうん、すごい滑らかでバランスもすごくいいし、うん、そうですね、酸と果実のバランスがいいですね、うん、ミネラルがめちゃくちゃ感じるかっていうとそうでもないし、うん、そのあたりも、うん、まあなんかよくシャシャのなんかだったらミネラルがうわーっと最後を引いて、なんかミネラル感がやっぱり強いなと思うけど、まあコルプもそうだけど、そんなに今回ミネラル感がわーってくるっていうイメージはあんまりない、まあバランスがいいみたいな感じですかね、うん、うん、液が美味しいね、もう口の中でなんか美味しいみたいな、そうですね、こっちにもやっぱ香りがちょっと飛んでますね、うん、なんかこっちの方が味が深く感じる、うん、なんかあのウィングスでよく感じるんですけど、はい、やっぱりなんか味がしっかり全部出てるって感じ感がありますね、うん、で、なんだろう、こうベリタスとかだとなんかちょっと丸くなって本当はこんだけあるのに悪いとこ取れたみたいな、そんなようなとこがあるんですよね、確かに、うん、でもウィングスの場合はバシッと全部こっからここまで全部出ますみたいな、なんかいい、まあ前もちょっと言ってたかもしれないですけど、いいも悪いも全部出ること、で僕はなんかリーデル的にはまあなんかやっぱりその角が取れていい感じでお召し上がりできますよっていうのがまあなんかこの辺なんですけど、あのウィングスはもう全部出るんで、いいも悪いも全部パフォーマンスしっかり出ますっていうので、うん、はい、まあ、僕はどっちかというとこれがやっぱりウィングスが、うんうん、いいもんね、悪いのは悪いのでいいもんね、はい、勉強になるしね、うん、いいのはいいのでしっかり出てほしいし、うん、まあ完璧ですみたいな感じでございます。じゃあまあとりあえず前半戦はここで終了させていただいて、はい、後半戦赤に移るって感じです、はい、ではよろしくお願いします、はい。